最後に第1試合菅原選手で4着となりましたビーストジャパネクストからは鈴木大輔。前回試合は3回の上がりで僅差のトップ目に。しかしリードを広げようと最後の一押しをかけたところでこれが痛恨の2着順ダウンの補充につながり結果は3着。直近7戦トップから離れている大輔、久々の勝利を強引に引き寄せるでしょうか。以上本日の第2試合を戦う4選手が出揃いました。一番いらない範囲切って切ってロンって言われたらまあしゃあないかと。まあそれはもちろんリスクも考えてやってますからね。そういうことです、まあ、本当に一番いらないのが浮きになったっぽいけどまあまあまあ G1 がね一番普通っぽいな。はい。さあビサのトップ目で親番迎えました。非常にいいハイパイです。あれすごく良いけど黒沢好みではないですね。まあ打点はちょっと見当たらないですね。そうなんですよ。トン3局親番黒沢ドラは初太子の手はいいですね。いいですね。これは打点も見えてきて、こっちもいい。これ高いね。ドラドラ赤とにかく高い。わー E1 から切りましたけど E1 から E1 3は持ってましたけど管理はいらないんですか。まあ、そういうことですね。まあマックスソーズの法律まで見ましたね。そうでしょうね。おそらくね。でもね一応 G1 とかローピンとか孤立あるんですけど、はい、本当に孤立になるかも。トンが出るか、ね、あートン出るな。出たらポコですね。ポコあーソーズの法律いいシャンテンだ。ポコって言ったら審判に怒られるんですかね。審議ですね。とりあえずカン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 ってなって、はいはい、一旦審議が入る。今村上さんポンじゃなくてポコって言いましたって確認されるわけですね、はい、本当に皆さんポコって言いました。どうなるんですかねその後。大輔さんはポコではなくポンと言いました。僕もポコって言ったことない。あーテンパってる。すごい早っ。トン本一ドラドラ赤ハネマンのテンパイですよ。初とパーソーは山に4枚だ。なんとちなみに初の方で上がったら倍満です。本当だね。ヤクヤク本一ドラ4だもんね、はい、まあ、ドラ3赤ね。ドラ3赤、赤とドラは分けて言わないと分かりづらいよね。まあまあどちらもドラですけどね、はい、僕もあー羽満の方3600。あっという間あっという間最速の羽満。トン本一ドラドラ赤。いやこれねすごいな。大地さんにねローピンチーワー選んでからソーズの本一になる人はいると思うけど、いきなり関連を払ってね意思を感じましたね、はい、最速ハネマンかもしれないです ね。1分はあったか。1分ぐらいはあったかな。これ並べてる時間でだけどまた20秒ぐらいあるもんね。多分あ分かんない。1分ぐらいだったらもう4順だったら多分、ね、この後倍速でもしご覧。さあ続きましてトップとなりましたビーストジャパネクスト鈴木大輔選手です。トップおめでとうございます。ありがとうございます。これは本当に大きなトップなんじゃないでしょうか。いや今年初トップなんで結構出させてもらってるんですけど、12月22日の最高スコアを獲得された日以来ですかね。それが良くなかったですかね。調子に乗って、はい、苦しかったです、はい。まあ、ちょっと消化不良の試合も続いてたのかもしれないですが、まあ、ただ今日の試合も8000ホージースタートですもんね。そうですね、まあ、あのパーソーは自分のジャンプだと押しなんで完全インシャンテンみたいな形なんで押しで、まあ、しょうがないかなって高かったんですけどね、どうなることかと思ったんですけど、ついに神様が本一ね、誰でも上がれる本一くれたんで、あの3000、6000でなんとかね気持ち的にも楽になりましたね。まあ、ただ今誰でも上がれる本一というふうにおっしゃっておりましたが、第一打の選択からこう確固たる意思といいますか面白い選択だなと。第一打イーマン、関連マンターツを孤立杯ではなくターツを壊すという選択ですもんね、はい。まあ、あれ2つ投げる、トンとハツ両方投げると倍満まで見えるってなんで、本手なんでどういくかなんですけども、レアマンが埋まると、まあ、8000点ですよね大体ね。なんでまあ、レアワンちょうど1枚切れたのと、捨て牌あんまり G1 ローピンから切り出すと、万が一にも三蔵を食わして地位させてもらえないっていうのもあって、まあ、ちょっと端寄りの牌から選んだっていうことですね。あれでよくレアワン引いて失敗するんですけど、たまたまうまくいってよかったです、はい。万願では納得のいかないってってことです、ね、あのハイパイだとそうですね。ハネマンかバイマンもう見えてますからね。ポンポンロンでハネマン見えバイマンバイマンまで見えてるんで、はい。じゃあもう一つの上がりだったトン4局1本馬、はい、リーチ一発赤、裏裏の曲もちょっと聞きたいんですが、イーシャンテンの段階で、
こうあの安全ペンを持てるところでパーピンを持って そ, うです、ね、でそこからこうカウンソーターツを外すっていう選択されていたと思うんですがどうなんですかね、まあ、ジャンプ的にはあのピンフィッツになってなんですけどあの親の松本プロがウーピン切っててトーン仕掛けてもう2フロ目入るとイースピン裏筋で、うん打たれないあの E ピン出て万が一チーテン取れるようにっていうのもあったんですけど1通でですねただあの E スピンが相当他の人から出るところじゃないんで自力勝負になった時にあの E スチーピンとカウンソー系残す手もあったんですけど、まあ、本譜9ピン引いたんでね、うん、どっちでも変わらずで良かったです、まあ、打点寄りでとまだ早かったんで E ピンチーが3枚目の E ピンチーできるかなと思ったのもありましたね。はいまあ、スピード、まあ、上がりと打点も見ての選択のパーピン残し、はい、なるほどありがとうございます、はい、さあということでこのトップ取りまして現在チームはマイナス458ポイント、はいはい、ボーダーと 164.4 ポイント差残り20戦です、はい、選手としての手応え残り20戦でのこの差っていうのはどうなんでしょうか、まあ、まずは手応えもないも自分チームの足引っ張りまくってたんで今年に入ってからすごい肩身が狭いというかあのみんなあの言葉ではね言葉ではというか本心もそうですけど優しく接してくれるんですけど、うん、やっぱり自分的にはすごいあのチームに足引っ張って申し訳ないなっていうのがあったんで あともう一つはチーム自体があの団子状態になってきて展開はいいんですけれども言うても一番ビリなんであのラスが先に来ちゃうとあのすぐ脱落する位置なんで排水の陣っていうのはもうずっと変わらないのかなってあのかなり厳しい戦いだとは思うんですけど、まあ、チャンスがある限りはチーム全員で追いかけていければなと思いますね、はい、さあでは最後にファンの皆さんにもメッセージお願いいたします。はい、やっとこさ半チャン7回ブレースか8回ブレースかあの忘れちゃいましたけど久々にトップ取れました。あのほっとしたのもあるんですけれども、まあ、これで気を緩めずにとか気を緩める状態じゃないんであのとにかくチームに今まで足引っ張った分ですね取り返してあのなんとかセミファイルファイナルに向けて頑張りたいと思いますんで応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。抜かっていただいて大丈夫ですよ、はい、忘れちゃいました以上本日2戦目トップとなりましたビーストジャパネクスト鈴木大輔選手にお話を伺いました。この後は CM を挟みまして第2試合のハイライトをお届け。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。